こんばんは、岩作です。本日は土曜日ですね。2022年9月の17日、土曜日、3連休のちょうど、初日に当たりますね。皆様いかがお過ごしでしょうか。まあツイッター見てるとね、休日らしいそういった光景が広がっております。うちのギルドメンバーの、とある方もですね、なんとそのサイクリングですか、それで、京都方面でしたっけね、そこから琵琶湖を目指すということでね、いやー体動かしてますね。なんかこっちはね、ちょっと夕方表に出ましたけど、生暖かいですね。なんかね、気候がちょっと乱れてんでしょうね、台風のせいで。はい、どうも野良犬さん、こんばんみーです。どうもどうも。まあ今日は、おしゃべりのお時間ということでしてですね、月の半ばということで、まあ配信とかその他のあれこれを自由に振り返ろうじゃないかという、そういった内容です。まあ今日ちょっとお酒買ってこようかなと迷いましたけれどもね、なんかコンビニのお酒のコーナーの前に立った瞬間にちょっと軽い頭痛がしたもんですから、こういう時には自分の直感というものを大事にしておりますんで、今日はやめとこうと思いまして、そんなに普段から飲む人間じゃないんですけど、炭酸水をですね買ってきましてね、炭酸水とグリーン豆、これなんですかね、このなんかエンドウ豆を揚げたやつですね、これ好きなんですけど、まあこれポリポリしながら、やっていこうじゃないかということで、はい、そうなんです。今日私はですね、幻影戦争のね、国営コロシアムの、ウェズヘッド杯の予選でしたね。いやー、もうね、完敗でしたね。もう本当にね、気持ちいいぐらいに負けちゃいましてですね。あ、どうもどうも、乾杯です。いや、ここ一週間結構ね、その、ギルバト中だとか終わった後とか、まあ、模擬戦、もう夜中の2時ぐらいまで連日頑張ってたんですよね。で、まあ、いや、まあ正直迷いますね、今のその環境というのはね。まず私が警戒しないといけないのは、もうアライア、コスト100の、あの人はね、射撃体制をね、持ったところでね、その、射撃体制を貫通する能力に長けております。その値がなんと100のうちの80ということでね、いくらその射撃に強い能力を得たとしても、それを 80% 貫通してくるというですね、もう、何なんだそれはという、よくわかんないステータスなんですけれどもね。まあね、ですんでね、どうしようかなというところで、じゃあ、ライオンをやっつけるために、炎で祈りゃいいじゃないか、その通りなんですよね。まあ、属性を、氷の耐性をですね、アライアさんの氷の耐性を持ってですね、それで挑まざるを得ないという、そういった感じなんですけれども。ただまあ、火属性もめっちゃ多いんじゃねえかなと思って。私はそのコロシアムの予選のうちのその射撃ステージに、まあ、射撃が優位なね、ステージがあったんで、そちらをちょっと今回担当させていただいたんですけれどもね。迷いますね、本当にね。まあ、まず警戒すべきは自分の中ではアライアかなと思って。
じゃあ炎だと思ってね。でね、炎でね、組んでみたんですけどね、これ全然勝てないんですよ。ほんと。いやー、ギルメンさんにはよくね、まあ、とりわけ、浦玉さんとトローリーさんにお付き合いいただきましたけれども、もうどんなに負けたんだろう、模擬戦で。もう、100戦ぐらいやったら、多分95敗ぐらいしてるっていう、もうとんでもない負け方をしましてです。いや、もうね、模擬戦やりながら、それ自分のモチベーション維持が一番大変でしたね。だから、ま、ディスコードでずっとね、チャットで、やりとりしてましたけどね、もうほとんどふざけ倒してましてですね。いや、そらそうでしょ。だってこっちのモチベーション維持が大変なんだから、そんなさ、ね、途中で心ポキッと折れちゃって、俺も出ねえとかになったらさ、もうそれこそ大事になっちゃうじゃないですか。まあ、ですからね、こう、なんか、こう、死に物狂いでね、ついてくみたいなね、そういった感じでしたね。で、とりわけ、私は YouTube の今、ディスカバリーチャンネルに、大ハマりしておりますんでね。で、その中の登場人物のベアさんという人がいまして、まあ、この方が元軍人なんですけれどもね、ナイフ一本持ってね、まあ、荒れ果てた土地だとかね、ジャングルだとか、はたまたその荒廃した都市の中、廃墟とかね、そういったところ行ってからね、2、3日過ごすっていう、そういう企画があるんですけれどもね。もうそのベアさんが、まあ、むちゃくちゃで好きなんですよね。ですから、とにかくベアさんがその、荒廃したところ行ってから、まず何やるかっていうと、食料を探すところから始めるわけですよ。何にもその食料を持参してないからね。だからもう、大事なその大事なタンパク源ですか、貴重なタンパク源って彼はよく言いますね。その貴重なタンパク源を見つけては食うんですね。まあある時にはそのなんかカブトムシの幼虫みたいなのとか、ある時にはその都市のね、なんかハイビルの上の方にね、なんか一個だけ浮かしてないうずらの卵があったりなんかするんで、それを食ったりとか、しかもカルシウムも一緒に食べたいから、殻ごと食べるとかね。で、彼が食べるものがね、もうことごとくまずそうなんですよ。本当に参ったっていう顔してね、その参ったベアの写真を、その私は模擬戦で負けまくった時に、チャットに上げて、ベアさんのクソまずそうな顔をですね上げて、もう散々やられましたみたいなアピールをしてですね、それでお茶を濁していたというね。木炭さん、トローリーさん、どうもありがとうございます。いやー、まあそんなんでね、ふざけ倒しながらね、モチベーション維持してましたね。火が勝てなかった。とにかくもう火でね、自分パーティー組んだんですけれどもね、まあそもそもその、火のキャラをなかなか育成してないというのがあるんですけれども、まあまずアライアが来るであろうという予測が立ったんでね。んで、その、火のキャラですね。で、挑みましたけれどもね。まあちょっともうね、ほんとひどいんですよね。はい、日当たりさん、どうもこんばんは。そうですね、まあ、ピサロがね、その、出てくれたんですけど、そのね、新キャラで、火の新キャラでね、そんなにはちょっと強さを感じないというか、まあまあ、そもそもピサロ持ってない俺がそんなこと言うなっていう話なんですけども、あとあの人。名前が出てこないな。ミーンを急遽鍛えて、親密度上げて、レベル120にして。ミーンにどうして目向けたかっていうと、ヘイストが使えるから、クイックも使えるから、ほんで回復もできるっていうことで、だからその、火のキャラがそもそも不足しているわけだから、まあ火のね、
強いキャラクターをどんどん並走とクイックで押し上げるのがいいんじゃねえかなっていう、ことに思い至りましてですね。大モントですね。アタッカー運用の大モントをどん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 こう、並走とクイックで、ね、押し上げていくっていうね、作戦を私は取ったわけですよね。で、いざ大モントがね、まあ、ピンチの時には、まあ、ミンウが駆けつけて、回復してくれるという、そういう想定で、パーティーをね、一生懸命組みました。大モントがですね、まあ、結果どうだったかっていうと、とっとこ前に行ってですね、もう前に行きすぎて、体力が減って、ミンウが、もう駆けつけられない距離まで離れちゃっているというね、そういうのよくやらかしましたね。大門とかさ、うわ、もう怪我、もうひでえやって、もう、ああ、これもう回復してほしいなって、ミーウ栄翔してんのかなと思ったら、もう遠くで自分にヘイストかけているっていう。モントが、おい置き去りにすなっつって。これはよくありましたね。見かけましたね。そういう状況ね。まあ、ただそれがさ、やっぱさ、その、ボタンの掛け違いというかさ、ね、初期位置とかさ、そういうの次第ではさ、また大モントのその、ムーブアップの祝地っていう、アビリティですか、あれを外すとかね、そんなんでなんかうまくいくんじゃねえか、みたいなね。ああでもない、こうでもないとか、もう試してさ、うまくいかねえのよ、ほんと。もうね、まあ氷には何勝かしましたけれどもね、まあやっぱりそのルール上、ウェゼット勢が非常に優遇されるマップだから、まあ、ハタセラも結構出てくるんじゃねえかっていうことで、ハタセラともね、その、うちの大門とか模擬戦しましたけれどもね、凄まじいダメージを与えてきますね、彼女は。モントとグラセラは、まあ、こんなこと言っちゃなんですけれどもね、まあ、言うなれば、こう、言い名付けですよね。そんな間柄でさ、すごいなぁ。もう、容赦ないんだもん。ほんと。もう風の三連撃とかさ、三人の攻撃とかさ、うちの大門と耐えられないんだよなぁ。もうさ、ミウつって振り返ろうかなって、ミウのミを言い切らないうちの大門とが果てちゃうからさ。そりゃねえよって思って。いや、きついわ。かといって氷への対策をおろそかにしたら炎であれ氷にやられちゃうからね。ねえ、どうしようかなってね、思ってね、もう結果的にね、私はね、自分の好きなキャラ使おうと思って。ムスタディオですね。土のムスタディオ。もうこれで行こうと、決めました、もう。ねえ。まあ、いいとこついてるかなってちょっと思っちゃったんですよね。うん。いや、氷と風に対して、まあ、まずその、なんていうのかな、二編成が予想されるから、それと今勝負できる属性は何だって考えたときに、雷かなと思って。うん。まあ、雷って結構、まあ、なんていうの、ぶち抜くじゃないですかね。まあ、特にもう、ライトニングさんが、よくわかんない追撃やってくるから、ほんと。あの方は範囲攻撃を打った後でさ、銃乱射してくるでしょ？もう、よくわかんねえダメージ与えてくるからさ。んで、レズニックさんが回復して、で、タンクでシャルロットだっているわけだしさ。まあ、よく見ますよね。だから、雷は意外と、
多いんじゃねえかなと思ってね。よし、じゃあその雷を狩るための土だと思って。もうよくわかんない理屈ですよ。いや、土を用意したところで、もう風には絶対勝てねえだろうと。言うんだけどさ。いや、わかってんだけど。いや、もう、もうさ、もう、もうやられすぎてさ、もう、わけわかんなくなっちゃって、もう、俺もう、もう今俺はもう、もう趣味に走るっつって。んで、村賀様をタンクにして、うん。んで、まあ、麦茶をね、重ねましたよ。あと意外とやっぱ火も多いんじゃないかなと思ってね。氷を狩るための火が多いんじゃないかなと思って。で、まあ、ね、火もね、バレディラとピサロと、まあ強いですね、本当に。いやー、本当、あらあら、その、雷に行き着くのに、他のプレイヤーが追いついてなかった感じの大会でした。これはある意味私に対するこれは褒め言葉と思っていいんですかね、これね。もう先の先を行っているっていう。いやいやいや、そうじゃないよね。みんなやっぱ詰将棋みたいな感じだもんね。まずは、まあ、氷に対して勝てるパーティー。で、風に対する勝てるパーティー。その上で雷に対して立てるパーティーを用意して、よし、これならいけるだろうっていう感じで、まあ、挑まれると思うんですけど、僕はもういろいろすっ飛ばしてもいきなり雷だから。ここ叩くぞっつって。で、その対策のための土に至るわけです。思いがね。で、模擬戦で、今冷静に考えてみたら、土で、どの属性と戦ってたかというと、火属性と戦ってましたんで、よくわかんないよね、これね、もうね。火属性もね、めちゃめちゃ負けましてね、やっぱね、ピサロが避けてね、まあ、バレンタイン・イルリディラもね、避けてね、バレンタイン・イルリディラっていうのはね、しかも憎いことにね、射撃に対するね、回避率が上がるとかいう、よくわかんないね、サポータビリティをね、持ってるんですよ。なんだそれっていう話ですよね。打撃は、その、避けるサポアビがないくせに、射撃を避けるって。いや、弾丸のスピードってとんでもねえからね。それだけなんで避けられんだよっていうね。よくわかんないメガネしてんな、お前っていう話なんですけれども。まあまあ。もうわかんなくなるんですよ。もう属性を、この属性を倒すためにこの属性を編成して、でもその属性がまあ意外と来るかもしんないから、もう裏の裏の裏の裏を呼ぶみたいなさ、もうそういう感じですよね。で、土属性に火属性に安定して勝てるようになったから、俺はそこで、よしっつって謎の納得をするっていうね。あとは知らん。あとは知らん。よし、もうじゃあ、もう全部で3ステージあるから、次のステージの編成しようっつって、もう時間ねえからっつってね。もうそんな一週間でしたよ、ほんと。まあ、結果、俺の土だったら多分、風間違いなく勝てねえからな。いや、でも氷が強いのに、風変身してくれるバカいねえだろ、と思って。で、今日さ、いざ蓋開けてさ、その、各試合見てたらさ、その、風使うバカ多かったね。バカじゃねえだろ。普通に強かったなぁ。ハタセラ多かったなぁ。多かった。みんな強いんだよ。強いねぇ。で、意外と、その、当初警戒したアライアがいなかったね。なんか、やっぱこれを倒してくるための、その、火属性を編成してくるであろうという。もうそういう読みがプレイヤーの間でも安易にね、想像がついたんでしょうね。だからアライアを編成してる人が意外とね、少なくてね。じゃあアライアの脅威が外れるっていうことはもう、ね、その、アライアが唯一の脅威と言っても過言ではない、ハタセラを編成しない手はないわけですよね。
その結果もうハトセラがめっちゃ増えてさ、で僕はさ何で挑むかっていうと土属性で挑んでるのよだからそのトーナメントのさもう先の試合を見ながらさ俺ガタガタ震えてよおいおいと、もう仮にも配信やってんだからさ、もうさ生配信結構まあねえ、もう名だたるプレイヤーが見てるわけですよ。その前で恥さらすなんてさ、なんでこいつ土で来てんのってもうさ、いやねえ、ほんと一昔前のオベロンめっちゃ強かったからとかさ俺は言うわけだけどさ、もうオベロンも俺持ってねえのよね、そもそもね、そのオベロンなしで挑もうとしてっからね、土属性つったってね、まあ村川様はまああのもう幻影を代表するタンクといってもね過言ではないですよ。で愛しのタディですね。でそこに水着リリッシュというね、ウェゼットの極寒の地での大会にもかかわらずなぜか水着で、ね、参戦されるというですねもう見た目がまずいというね。あと なんつったってそのなんていうの、ゴリゴリのその筋肉マッチョのイカれる村がとですね、うん、それとなんかおとなしい青年のそのムッサディオと、かたやその水着バリバリもうビキに決め込んで、何ですかその、戦場の傷ですか、もうタトゥーみたいな感じで入っちゃってる水着リリシュと、あの三人で仲むずましくですね、楽屋で話してる光景が思い浮かばないというね、チームの連携もズタズタですよ、そんなね。でも僕はもう彼らを信じるしかなかったね。いやー。でさ、なんていうか、まあ、基本僕は人任せな部分がありましてですね、チームメイト今回3人で挑むわけですよ、ね、僕とトローリーさんと、もう一方いらっしゃるわけなんですけれどもね、まあお二方が非常に強いもんですから2人に任せようと思って、まあいいやと思って、俺はもう好きなパーティーで行かせてもらうよっつって、そしたら当日お一人の方がですね、ちょっと子供がすごく体調が悪いんですっつってそうかって、もうこれもどうしようもないじゃない、もうそれはさ、お子さんねえ、でしかもそのあのトーナメントっていうのは何時に試合あるかっていうのはもう読めないわけだからさ、でやっぱ参加者たくさんいるわけで、もう公式の大会だからこれはちょっとねえ、そんなふわふわした状態だとまずいですねっていうことで、もうこっちからじゃあもう今回大丈夫ですっつって、俺がなんとかしますから任しといてくださいっつってね、心の内じゃよ、ハタセラにうちのタディが蹂躙される絵しか浮かんでないわけよこっちは。ギリギリ、もうギリギリですよ、ほんと、うん、もうまあそのね、俺ら二人で勝ちますって、トローリーさんと二人で勝ちますだけど、もう一つの選択肢として、じゃあまあ玄米茶 EX うちのチームじゃあリタイアでやっていこう、それもねちょっと頭よぎったな、まあでも一週間さね、もう一戦一生懸命やってきたんだからさ、まあそれはぶつからせていただきましょうよっていうことでね、挑んでまいりました。でトローリーさんがね先に試合をされるわけですよ。トローリーさんがねまたハタセラ同士のね試合だったんですね。んでまあそのトローリーさんの作戦が見事に
光ったような試合でした。うん。こう、なんちゅうの。もう彼の狙いがうまくいったなっていうのはね、私、その、トロリーさんの試合見ててね、もう思いましたもん。だって、あの、相手さんがね、あの、模擬戦で俺が何回も、もう何十回もやられたようなやられ方で、戦闘不能になってたんで、ああ、これトロリーさん狙いうまくいったなってこう。もう被害者はすぐわかるんですよ。ああ、これはトロリーさんの術中にはまってるなっていうのがね、術中にはまってるというか、まあまあまあ、言い方もあれですがね。まあ見事なね、トロリーさんの作戦ですね。素晴らしかった。うん。まあうちらね、まあまあ、うん、まあまあいい。そうですね。どういう言い方しようかなって今考えてますけど。いやー、悔しいけどね、これはね。まあ、トロリーさんのその、センスが光ったと言わざるを得ませんね。そう、トロさんがコメントくれてるけど、もう俺何十回もあのパターンでやられてるからよくわかんだよ、あれ。しかもさ、トロリーさんは風属性。俺はその風をさ、倒すためにさ、氷属性をさ、編成してんのにさ、俺のできる氷属性でさ、ぶち抜いてくるからな。何回うちのクーリベズベットが、あの、娘によってさ、ぶっ倒されたことがさ。ほんとさ、強えんだよ。しかも、うちのクーリ様は、あの、ずっとその、なんていうの？遠くで、あの、ハタセラに矢を放ってから、刀匠にしてますからね。刀匠にしているにもかかわらず、娘はなんかクーリ目指して一生一直線でさ。かばうことはねえんだよ、ほんと。よー、はい、笹さん、どうもね。ハーハーしないでください、こんばんは。まあね。いや、すごかったね。うん。で、トローリーさんは、あの、ティファを編成してましたからね、しかもね。おー、面白いこと考えるな、というね。で、まあ、お相手さんも、あの、あ、お相手さんはでも、そっか。そう。だからその、なんていうの？ごめんなさいね。今頭なんか整理しながら喋ってますからね。あの、言っていいことと悪いことがあるから。うん。ちょっと待って。一旦頭落ち着けるために、あの、ずっと握りっぱなしだったら、このグリーンピースを一旦口の中に放り込みますから。うん。で、炭酸水で流し込むと。いや、愚痴雑なんですかっていうか、まあ、今日の振り返りですよ。私が喋ると全部愚痴っぽく聞こえるんですよ、これが。そうですね。まあ、トローさんはね、タンクを後ろの方に置いてですね。んで、まあ、一旦はアタッカーのティファとハタセラが攻撃をもらっちゃうんだけれども、まあ彼女たちは耐えるもんですから、そっから後ろを追っかけている、その、まあタンクのジュームさんの方に攻撃が行くっていうような、その策略が見事にはまるようなですね、そういったあの、戦法を取られてましたね。うん。いや、トロさんが勝ってさ、まあ嬉しくてさ。さあ、次ついて俺の試合ですよ。まあところが、まあ俺としては。まあ不安でしかなくてね。で、あの、お相手さんの編成見たらですね。なんと私、あの、土属性だったんですけれども。お相手さんなんと、雷属性でしてね。いや、うちの村笠様バーサス雷のライトニングの、あの、一枚絵を見た瞬間、俺はもう勝利の確証を得ましたよ。やったと思って。
先の先の先を読んだ結果ハマったなと思ってね。いやこれだよと思ってさ、いやー嬉しかったあの瞬間な。もうあの絵を見た瞬間お相手さんが、まあ、辞退してもいいぐらいのね、うちの村ヶ様の堂々たるいでたちよ。でロード画面が終わっていざ試合開始となるとね、お相手さんのメンバーとうちのメンバーがさ、わかるわけよ、いよいよどんなメンバーかと。俺はもちろんさっきも言った通り3人とも土属性。それに対して、お相手さんなんとですね3人とも雷属性ということで、よっしゃと思いましたね。いやもう申し訳ねえと思って、いやばーそうですよねーと。そらまあ神、まあまあわかります気持ちは。まずまあ氷属性の荒井を警戒しますよね。そしてなんつったってね、果たせらばだって警戒します。そこを勝てる属性といえばまあそうですね、雷が一番無難じゃないでしょうか。ところが俺はそこを先を読んでたね。悪いなっつってね。試合開始です。まあ僕としてはもう試合はですね、大会はディスコードを通じて行われるわけですよ。だから、対戦者の方のそのボイスと私のそのボイス、そのおしゃべりしながらいろいろ打ち合わせするもんですからね。まあいわゆるその通話できてるような状態で、で画面を見ながらやるわけですけれどもですね、まあ、私もちょっともうニヤニヤが飛ばなくてですね、もう途中でマイクオフにしてデスノートの矢神ライトのニヤリを思い出しますね。矢神ライトが宿敵のエルのもとにさ、一瞬さ取り入るわけよ。で共闘が始まるわけなんだけれども、最後の最後で矢神ライトが、裏切ってですね、勝利を確信した瞬間にもうにやりって笑うっていう、もう悪い笑顔をね俺してたよ。もうもう戦えないからさ、もうだってさ勝つこと分かってんだもんだってこれだからもう俺マイクオフだよ、そんなもんさ。申し訳ねえから、お相手さんにさ。で、試合開始してね。で、お相手さん、まあしかし、そのバフをね、やってきますよ、いろいろ。その、何ですか。まあ、ね。あんま言うとね、ちょっとあれだけど。まあ、バフを巻いてましたね。まあ、ライトニングはいましたからね。なんつったって、あれですよね。バリア張りながらね、追撃なんてね。ねえ、もう、そんなもん。うちら、種族性はそんなもん、もう受けないから、もう何発でも撃ってもらっていいですよ、みたいな感じでね。で、魔法使いとかさ、いてさ。まあ、ちまちま、みんなでバフ巻き合ってんのよ。ね。ところがね、そのバフの中の一つにね、ロブトラなるものがありましてですね、これはね、恐ろしいもんですよ。私たちのターンを飛ばしてですね、なんていうんですか、まあ、さらにもう一つバフをかけるっていうね、そういうのがあるんですよ、世の中には。ね。うん。もう、めっちゃ強化されるわけですよ。まあまあ、とはいえ。とはいえよ。属性的には俺の方が有利だよ。圧倒的にね。だって、3対3よ。3対3で、もう全員こっちが属性的に有利なんだから。まあまあ、そうですか、そうですか、みたいな感じで。
なので、まあ、ロブトラやって、まあ、様々な、その、強化をね、まあ、入れられているわけですよね。はい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 、っつってね。さあ、そして、うちの水着リリッシュの、ターンですよ、いよいよ。よーし、まあ、そうだな、と。まずは、活性鋼ですね。もう散々これから、あの、ドレインチャージだの、あとなんか防御力下げるその技とか、もう、やりたい放題になるからさ、活性鋼で、もう自分の AP をモリモリにしておくとさ、よーしつってさ、で、で、そのリリシュのターンなんですけれども、うちのリリシュはね、もう、あれなのよね、もう我慢できなかったね。あの、相手にね、あの、突っ込んでくる相手に対してですね、あの、大事な大事な一ターン目、もう定番の活性鋼を打ってもらいたいところが、あの、ドレインチャージをやっちゃいましてね。うちのリリシュが、お相手さんがあの、ロブトラを使うことによってですね、ターンを回した結果ですね、あの、思わぬ前進をされておりましてですね、でそれに釣られてうちのリリシュがですね、あの、もう我慢できずに、あ、届くじゃねえかつって矢を放っちゃったんですよね。あのバカ野郎がよ。おい、と。お前、お前 AP ねえだろ、お前。お前、一旦目活性鋼使わないと、AP すぐに切れるんだろうが、お前。今時お前、活性鋼なんか、みんな使わずにさ、AP 結構それなりにある時代なんだけれどもよ、おめえがねえんだよ、AP がよ、つって。なんて、なのにさ、なんか、あっつって、もう、あーって俺言っちゃったよ、ほんと。もういろんな意味でマイクオフにしといてよかったわ。わーっつってたから。あーって。でさ、村川様がさ、その後追っかけてってさ、まあ、ガッツ入れるわけよ。で、うちのタディがさ、あの、なんていうの?射程伸ばす技やってさ、雷にはさ、雷チームはさ、お互いにさ、お互いのさ、こう、強化を入れ合ってさ、それぞれさ、みんながみんなさ、まあ、強化されてるわけですよ。がっつりね。うん、6回分のバフがそれぞれに入ってるようなもんですよ。ところがその動きを乱された我が土チームはさ、おのおのがさ、慌てちゃってさ、おーっつってさ、水着リリシがまず矢放ってさ、で、村川様がさ、その後追っかけてて、おー、いや俺タンクだからさ、俺が先行かねえとダメだろっつってさ、ガッツ入れてさ、タディはさ、本当はさ、水着リリシにさ、あの、バフ入れたいところが、これも終わっててさ、自分の射程しか伸ばさなくてさ。自分のことしか考えてねえのよ。もうほんとその楽屋でのさ、連携の悪さ。もう共通の話題がないっていう三人がさ。もう、慌てちゃって。ああはなっちゃって。もう、いや、あれって。おい、こっちとしては。言葉出てこねえのよ。そして、お相手さんの、まあ、とある魔法キャラが、リミットバーストなる技を使ってですね、まあ、村川様は、まあ、ある程度叩いたんですけど、あの、うちの水切り練習に、結構半端ない、半分以上のダメージを与えてきて、まあ、水着リリシュさんは、あの、物理系の攻撃には、もっぱらめっぽう強いんですけれども、あの、魔法となるとそんなに強くない、もんですからね。まあ、だから、その、なんていうんですかね。まあ、なんだったら私は、その、リリシュさんにガッツなるね、あの、一回だけ、その、生存できるっていう、そういうのも入れていただきたかったんですけれども、なんせうちのリリシュさんは慌ててもう矢放っちゃったもんですから。よくわかんない、もうなんか、先生の呪しをあげちゃったもんですからね。なんか、おかしいんですよね。で、あの、
まあ、ああだこうだあってですね、気がついたら、あの、うちのタディ一人になってました。属性圧倒的な優位な俺が、気がついたら一人も落とせずに、タディ一人になってね。タディが最後意地見してくれたよ。パーショット貫きで。三人貫いたよ、あいつ。バーンつって、弾丸でよ。三人貫くような弾丸ですよ、そんな。ええ。体貫通したら普通死んでいいんじゃないですかね。渾身の力を込めて、パーショット貫き、バーンつってさ、三人貫通してさ、そして三人とも生存っていう。中でも一番薄い衣服をまとったあの水着の方がさ、最後トコトコ前進してやってきてさ、魔法をリミットバーストでも何でもない技放って、そしたらうちのタディはあのワンパーされました。俺の土対相手の雷、スコア、0対3で負けました。飲まなきゃやってらんねえよね。いやー、相手がね、まさかね、雷で来るっていう、まあそれは最先端の読みは当たってたけれどもね、まさか負けるとは思わなかった。あ、ロブトラってよくねえな、あれな。あれよくねえわ。ほんと。いやー、手動でもね、ロブトラに苦しめられておりますが。いや、まさかね、オートで苦しめられると思わなかったね。射撃が優位なマップでさ、遠くからバンバンしてやろうと思ったらよ、遠くからバンバンできるのが穴になっちゃうんだもんな。試合終わって30分間トローリーさんから励ましてもらって、そして俺は2時間振ってね。なるよ、そりゃ。やってらんねえわ。ティッシュなんかいらないよ。酒持ってこいよ、酒。大五郎持ってこいよ、あの、量販店であの、なんか、ありえないサイズのペットボトルで売ってるやつ、なんか、灯油入れるやつですかっていう容器に入ってるやつ、あれ持ってこいよ。バヤローが。もう、チャットにアクアタイムズもやってきてますよ、ほんと。名作、名曲を歌ってくれてますよ。よく歌ってたな。辛い時、辛いと言えたらいいのにな。僕たちは、弱虫だ。でしょ。辛いよね。勝てる属性に勝てねえって辛いわ。
いや、面白かったっすね。うん。ほんと。よかった。面白かった、ほんとに。うん。うん。悲しい歌結構好きなんですよね、僕ね。いや、なんかさ、いや最近でもやめてんだけどね、一人カラオケね。まあ、一時期その、なんていうか、よく行くカラオケのあるバーみたいなところで歌ってたんだけど、俺の入れる曲全部切ないからさ。いや、それ気づいちゃってさ、歌わなくなりましたね。うん。雪の花とかね。中島みゆきとかね。よく歌ってましたよ。うん。風の谷の巣、な、ちょっと待って。もう喉の調子とかもまるで関係ないし、もう、多分、一音目から間違ったらっていうの自分で分かったから。音痴な自分でも分かったから。いやもう歌えないですね、カラオケは。雪の花もね、あれですよ。徳永秀明バージョンですよ。うん。今年最初の雪の花をっていうね。そう。いやーダメだな。まあ本気じゃねえから。本気じゃねえから。今の歌。うん。私がスナックでカラオケ持ったらね、他のお客さん振り向きますよ。おい、誰だい誰だいこの美声はっつって。ね。まあ俺が本気になるのは芸能のバトルだけどね。小笛コロシアム本気だったわ、一週間。それももう過去の話や。ふぅ。はい、そのね、スナックのノリはやめてください、ほんと。はい、どうもありがとうございます。お疲れ様でした。国営コロシアムねですかね。はい、お疲れ様でした。散々愚痴ってない。もうね、対戦者の方と私の一週間をねぎらう、そういうトークをずっとしておりました。はい、ほんとトローリーさんは頑張ってました。俺はどうなんかな。頑張ってたよ。君は知らないだろう、俺の一週間を。頑張ったんだよ。頑張ったよね、トロリーさんね。頑張ったよね、ほんと、一週間。ずっと。相当やったよ。楽しかったですけどね。まあ、その模擬戦も。なんか、はつらつとしてさ、ふざけ合ってさ、チャットでは。うん。でしょ？連日、2時まで。ずーっと。まあ、1時間ぐらいは、ね、うち1時間ぐらいは、あれですけどもね。なんだっけ。俺の好きなチャンネルの話。
いや、出なくなった。ディスカバリーチャンネル。いや。はい。もうさ、楽しかったね。もうディスカバリーチャンネルのノリがひどすぎてね。なんかさ、模擬戦の時にトローリーさんがないね。まあ、ラルドーとか使うとね、トローリーさんがね、スタンプでね、なんかゴリラのね、イラストをね、送ってくるんですよ。あ、違う、イラストじゃねえわ。ウホウホっていうなんか、文字だけのスタンプをね、送ってくるんですよ。んで、もうこっちとしてはさ、ディスカバリーチャンネルものすごい好きだからさ、もうどんなにさ、それまでさ、もう、二人してさ、この編成はああでもない、こうした方がいいとかさ、もうチャットずーっと話してるんだけれどもさ、トローリーさんがさ、そのウホウホっていうスタンプを送ってきた瞬間、俺のテンションがさ、ディスカバリーチャンネルに切り替わってさ、野生のゴリラの声が聞こえてきましたね、つって。ここは危険です。水の覚悟をしたいところですけれども。まずは火を起こしましょう。そして寝床の確保です。寝床は木の上に作るのがいいでしょう。とにかく、すぐに戻りましょう。まあ、大事なタンパク源は確保しましたから、このウジ虫を今日は焼いて食べましょう。もう急にディスカバリーチャンネルのスイッチ入っちゃうのね。それずーっと、今言った内容を、トロリーさんのウホウホっていうのが、スタンプが見えた瞬間に俺、文字をタイピングして、長々と。いや、あれ多分楽しかったな、ああいうのな。よかったですね。まあそんなこんなで、国営コロシアムね。まあ気持ちよく、終わりましたんで、はい。あとはね、もう、そうね。あー、ガリーさんこんばんは。まあ、トローリーさんはね、俺と二人で喋ってる時に買ったところには、ね、うちらの分も頑張ってもらいたいですね、みたいな、ね、そういう、ことを言ってたけど、俺は、うんとは言えなかったな。仮に優勝してごらんよ。僕らが戦った相手が優勝してごらんよ。俺は土対雷でもう、千載一遇のチャンスで勝てるところをさ、負けちゃったってことになるんだからさ。もう、悔いが残るよね。女も。もうお世辞にも言えないわ。勝ったところに優勝してもらいたいとか。言えるわけがねえわ、そんなもん。悔しいわ。と、俺はタディ一人になった瞬間さ、悪いけどさ、ちょっと、なんか緊急メンテ入らないかなとか思ったよ。ちょっと、あ、なんか知んないけど、あ、僕勝っちゃいました、みたいな。そんなんでもいいからさ、超有利属性の俺はそう思ってたわ。いや。ね。まあ、ここまで毒吐いた上でね、改めましてね。まあ、勝ったチームには、優勝
してもらいたいなっていう感じがいたします。はい。まあ応援、うん、まあ遠くで応援してます、遠く。そんな、うーん、ね、心がこもってないんじゃないんだよ、込められないんだよ。悔しいでしょうよ、俺の立場になったら。ねえ、ね、まあそんなことで、まあ楽しかったです、ほんと。やっぱりその前回もね、負けた時悔しかったんでね、んで今回こそはちょっと一勝でもしたいなとか思ってたんですけれども、あー悔しいですね、本当にね。だからまた来年あるんでしょうかね。はい、来年ね、来年勝ちたいですね。また挑戦をしていこうかなと思います。うん、本当、まあそんな小暮、もう言えない小暮コロシアムのご報告のコーナーはここまでとさせていただきます。そしてずっとさっきから後ろの画面で映っているライブアライブについてなんですけれども、これもね、やっぱちょっとおしゃべりさせていただきたいなと思うんで、残りの30分でね、ちょっとねおしゃべりをさせていただこうかと思うんですけれども、このライブアライブのね映像は私ちょっと編集してきたやつがあるんでね、それを流そうかなと思うんで、一旦このテレビの画面はちょっとポチッと消しまして、あと虫がうるさいんで、うちのね、なんかスズムシですかね、秋ですね。パン、虫が、パンパン、わぁ死ぬよ、静かに、うるさいもんが、いじんな、バモンが。はい。ということで、まあ、ライブアライブ、配信でようやく、クリアしました。まあ、リメイク全体の感想としては、本当に原作に忠実なね、リメイクでしてね。はい。あ、そう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 。そもそもなんでこの、なんていうの、今までの配信まとめたこういう映像をね、用意したかっていうと、これ最終回用だったんですね。最終回は、ボスの、バトルの後からですね、どうしてもその、規約的に流せないということで、まあ、代わりに視聴者にご覧いただく画面と音楽ということで、今までの、まあ、それぞれのショーをまとめたやつと、音楽もね、特別に編集して、それを用意してたんですよね。はい。で、まあ、それを、最終回流してたんですけれどもですね、いかんせんその BGM の音が小さすぎて、あまり聞こえなかったという、そういったご意見がありましてですね。まあ、もう一回ここでちょっと日の目を見てもらおうかなと。一生懸命編集したんで。まあ、こうやって私の喋りがメインの企画なんで今日は。まあ、だったらまあ音楽小さくてもいいかなと思いましてですね。はい。今までのショーの振り返りをしながら、こうやっておしゃべりをさせていただいております。ああ、野良犬さん買ってくれたんですか、ライブアライブ。めっちゃ嬉しいっす。いや、ほんとこれ当時プレイした人、果たして見てる方の中でどれだけいたんでしょうかね。まあ、半々ぐらいかな。まあ、そんなに申し訳ない、私のまだ
あのパワーというものが足りなくてですね、そんなに多くの方にはあのライブアライブの、配信をこうお届けはできなかったんですけれどもですね、まあそんな中でね買っていただけるというのはね本当嬉しいです。配信者冥利につきますねこれはね。でね、結構その追加要素もなしのリメイクだったんですよね。でそれをあらかじめファミ通で私情報を仕入れてたもんですから正直迷ったんですよ。スーファミ版結構やり倒してたから、これリメイク版買ったところでどうかな、俺新鮮なリアクションできないんじゃないかなとか思って、まあ案の定やってみたら追加要素はほとんどなかった、まあほぼなかったですね、ほぼなかったんですけれども、でもねすごい満足度は高かったです。っていうのもやっぱゲームがそのシステムとしてねバトルが、まあ、よくできてるっていうのもあってでそれ以上にねこのライブアライブっていうゲームはね、あ、漫画だなと思ってね、まあ、もっとかっこよく言えば演劇かなと思って、そのイベントがまずフルボイスになったんですよね。ですからそのセリフに、まあ、よりこう力強さが加わったというかですね、ですからその各キャラがねおしゃべりしているのを見るだけでねすごいもう面白いんですよね。でなおかつ HD2D を取り入れることによってドット絵がね、キャラクターのドット絵がそのより活かされる演出になったっていうことで、見て楽しいゲームなんだなと思ってね、あ、そっか、ライブアライブってそういうゲームなんだなと思って、だからあのいい場面多いんですよこのゲームはね。このそのエンディング、この今テレビに映ってる映像とか見てもらえればその端々が伝わるかと思うんですけれども、でこのさサンダウンキッドとかさ、今ね映ってるねこのボイスをさ大塚明夫さんがさやってくれてるわけなんだけどさ、まあそらさ、もうさかっこいいでしょそりゃよ。で俺は大塚明夫さんのボイスを楽しみでさこの西部編とかさやってたんだけどさ、実際さその隣のさマットがねめっちゃ喋るんですよ。それを声やってんのがね古川敏夫さん、あのピッコロ大魔王の諸星渉さんの声やってる方がさ、マットでさ、この元々はね敵同士だった二人なんだけれども、タッグを組んで街を守るためにその力を合わせるっていう感じなんだけど、まあ、マットがさよくさそのサンダウンに話しかけるんだけどさ、マットのセリフいいよね、なんかね、なんていうの、キザなやつなんだけどさ、でもなんかなんて言うんだろうな、かっこいいんだよな、端々に現れる言葉がさ。大塚明夫さん楽しみでこのショーを始めたんだけども、古川敏夫さんのさボイスがさすごい良くてさ、まあそういうそのなんていうの、もう演出面がめっちゃいいんですよ。まあもしよろしければね、あの今までの配信とかもね、まあクソ長いですけれどもね言っただけでもご覧いただければ、目次とかもちょっとつけてたりするんで見やすいかなと思いますんでね、ぜひともね、あのまあね、買っていただけたっていうのは嬉しいっすね。っていうのもねあの私追加要素ないもんだと思ってゲームずっとやってたんですけど、まああの画面は見せてないものの皆さんにね、最後びっくりしたな。もうあるじゃねえかと思って、追加要素とんでもねえやつが、もういやーそうかと思ってさ、あー嬉しいですね。近未来編終わって、いや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 、ほんとあのなんだろう、スーファミのゲームだからね、そんなにその難易度的には難しくないとは思うんですけれども、僕でもクリアできるぐらいだから、まあでもシステム面がすごい
良くなってるし、いや、いいわ。で、その追加要素についてはここではおは、まあ、その詳細はお話できないけど話したいよね、あれは。あれはだってもう、ライブアライブっていうのは、その、ファンの間ではね、いろんな漫画の作家さんが絡んでるから、リメイク難しいだろうって言われて、で、まあその通りに、ね、28年間リメイクができなかったっていう、それが今の時代にね、待ち望んだリメイクだからさ、まあ、いろんな、こう、語り継がれ方をされてるわけですよね。で、同人と言いますかね。あの、おのおのの想像の世界でさ、イラスト描いてる人もいたりとかさ。そんな中さ、もう、ライブアライブの元カロのファンだったら、こう夢に描いてた光景が最後ちょっと実現しちゃうっていうのがね、いや、嬉しいことやってくれんじゃねえのと、思いましたね。これは本当にあの、もう何回も言うけども、もう原作知ってる人はね、やってもらいたいしね、知らない人でもね、いや、めっちゃ豪華ですからね、声優さん。このカンフーのお師匠さんだってさ、もう名前が今パッと出てこないけどさこれ今ファミ通のライブアライブのガイドを見ながらさ、ジャッキーチェン、ジャッキーチェン、おねの、ね、ジャッキーチェンと、で、この、サモですよ。まさしくサモハンキンポーのボイスの方ですよ。そのお二人、結構もうご高齢だと思いますけれども、石丸ひろやさんですよ、ジャッキーは。サモア、水島優さんと、ねえ、この師弟関係が今の時代見られるんだったら、こら、いや、師弟関係じゃねえけどさ、ジャッキーとサモハンキンポーはよ、モエヨデブゴンとさ、いや、そら嬉しいじゃないの、クンフー編で。いいキャスティングしてんだから、もう、いろんなところで。はい、ぜひともね、おすすめでございます。野良犬さんはゼロ人斬りを次やるんですね。ゼロ人斬りね。ゼロ人斬りは、ゼロ人斬りは、そうだね。まあ、私はね、2時間でやりましたね。はい。2時間で達成をしました。幻影戦争では土属性で神槍属性に私負けましたけれども、そんな私がこのことレトロゲームに至っては本領を発揮しまして、幕末編はゼロ人斬りはもう2時間かかってないんじゃないかな、で達成ということで、これはなかなかのもんですよ。しかし、まあ、なぜゼロ人斬りをその攻略情報なしに達成できたかっていうと、その前に私100人斬りに調整してまして、その100人斬りがその夜の10時に挑戦してから、クリアに至るまでにですね、次の日の朝5時までかかってますから7時間という莫大な投資をして、それで、ああ、なるほど、ゼロ人斬りは、じゃあ、こういう感じかな、みたいな感じでね、やっておりますんでね。まあ、僭越ながら一つだけアドバイスさせてもらうと、ね、セーブはね、いっぱい作っといた方がいいっすよ。リメイク版の非常にいいところは、ロードつって、やり直しが、どっからでも効きますから。好きなセーブから。そうそうそう。そうやな。まあ、それぐらいかな。
いや、でも結構でもノーヒントではね、ちょっとね、幕末編のゼロ人気はね、まあまあでも、なんか昔のゲームの理不尽さっていうのがあるからね。うん、それは現役随一のプレイヤーの野良犬さんが味わうっていうのは俺はいい気味だわ。性格悪っ。なんだそれ。うん、でもそうね、答え知った瞬間に分かるかよんなもんつってスイッチバキってへし折るかもしんないね。まあなかなかでも親切にはなってんですけど、なんていうかな、チップスっていうのが追加になってて、セーブ、あ、違う、ゲームのロードのロードの間にその、ちょっとした豆知識があってたりなんかするけど、そこで、まあ、攻略本がないとこういう情報は得られないよねって、昔のスーハミだったら、その、得られなかった情報が、その、ロードの合間のチップスで、わかるようになってくから、まあ、それを見て、ね、見てもね、ノーヒントのゼロ人切りはね、いやー、これ厳しいもんがありますよ、なかなか。まあ、俺の動画見た方がいいんじゃないかな。再生回数も回るし、うん、全然もう、回ってねえから、ライブ。全世界で50万本も売れてんのにね。あとあれですよ、なんつったってさ、世界的なゲームのさ、フェアリーテイルの、音楽も、あれもライブアライブのさ、メガロマニアっていうボス戦の曲があるんだけど、あそこにめっちゃ影響を受けて、それで確か似たような曲があるんですよね。フェアリーテイル、フェアリーテイルじゃないわ。なんだっけ。そういうタイトルのゲームに。ドット絵のさ、あれ。うん。あのゲーム。なんとかテイルっつったな。アンダーテイルだっけ。フェアリーテイルは水島博先生のマガジンの作品だっけな。アンダーテイルか。アンダーテイルかアンダーテイカーだと思うんだけど。アンダーテイカーは屈強なプロレスラーですよね。UWF の。もうわかんねえわ。横文字わかんねえわ。UWF、UWF で合ってんのかな、そのプロレスの団体。なんか、UWF ってなんか、あれじゃなかったっけ、国連の原子力機関の名前とかじゃなかったっけ、なんか、それは IAEA だろう、ね。全然違うわ。もう横文字をね、使おうとするとダメね、ほんとね。まあまあ。ぐちゃぐちゃになっておりますけれどもね。まあ、うん。だから、結構やっぱ、スイッチの週間ランキングでもライブアライブ1位取ったし、まあ世界的にもね、50万本の販売を記録しているっていうことで、なんか、ファンに対するアンケートを実施してて、続編についてどう思いますかっていう、そういったなんか項目もあるぐらいですから、いや、続編出てくれたら相当嬉しいけどね。なんか、なんやろうな。あくまでもスーハミのゲームを元とした、まあリメイク、ほんと忠実なリメイクで、これは往年のファンとしては文句のつけどころがなかったんですけれども、一方で惜しいなと思うんですよね。っていうのも、もうバトルシステムが結構独特で、さっき日渡さんが指摘してくれたけど、まあそれこそ幻影戦争やってるんだったらちょっと馴染みのあるようなさ、まあ、キャラクターをコマとして動かしながら、そのムーブの要素もあって、で、技の射程範囲もあるみたいな。で、なおかつ連続技ですか？まあこれ昔の FF ですよね、ファミコン時代のね。何発ヒットさせるみたいなさ。うん、そのためには、キャラクターの命中率も大事だし、一方で敵のキャラクターが後ろ向いてる方が、
その何発も当てられるっていう、結構だからバトルの要素って当時のスーファミのゲームにしてはめちゃめちゃこだわり抜いてるなと。まあ同時期発売のゲームでクロノトリガーがあるんですけれども、あれはあれでねこだわりがあるんですけれども、まあ一方でこのライブアライブもですね、決してそのクロノトリガーに引けを取らないというね、もうスーファミの RPG の中では非常にこだわり抜いたシステムをね持っててですね、だからこそねこれでね、なんちゅうのかな、俺はねハードモードがあってもよかったかなと思うよね、このバトルのなんか、あと追加のモンスターとかいたら面白いのになーとか思ってたけど、そこは忠実だったからちょっともったいないかなっていう気もしてて、ですからやっぱその続編をね、そのでやっぱやっていただきたいですよね。まあ続編これってどうなるのかっていうとちょっと読めないけれどもね、そうね、この各キャラクターに愛着あるからな、もし続編作るんだったらね、どっかで出してもらいたいですね、このねキューブさんが今あの仲の悪かったね、この軍人の人にコーヒー入れてるけれどもね、愛嬌あっていいよね、決して美味しいコーヒーじゃないですけれどもね、これね。まあ、その、なんちゅうか、いい味出してるわけですよ、各キャラクターが。なんかねえかな、ほんと。考えてくれてると思うんだけど、いろんな案を。特にあの、中世編の主人公のオルスデッドね、オルスデッドもまあそのオルスデッドのキャラクターを描いた元のなるキャラクターを描いたその漫画家の先生が描いたキャラクターではないですけれども、でもね他のそのキャラクターに引けを取らずすごい人気があるキャラクターなんですよね、中世編のキャラクターね、だからね、まあそのキャラクターがもっとこう生き生きとできるような続編があるといいなとかね、ファンは勝手にね夢を描いておりますよ。ちょっと本当にあの、もう、はい、タクティクスオーガですね。いいタイミングで質問来ました。こう、これ以上ライブアライブのお話をしてしまうと、もう最終的なネタバラシしかねえなとか思ってたんで、はい。タクティクスオーガはね、僕はね多分しないです。あの名作っていうのは分かるんだけど、キャラクターのイラストがね僕合わないんですよね。もうこれはねしょうがないんよね、もう、こういう感じのドット絵が好きなんですよ僕。なんかロマサガ2も前言いましたけど、ロマサガ2とかもこういう感じなんですよ、肉付きとかも。だからね、何やろう。幻影戦争もそうなんですよ。キャラクターがいいから、造形っていうかビジュアルが。それでその、なんかさ、たとえ模擬戦で100回ぐらい負けようとさ、立ち上がれる力を与えてくれるんやけど。タクティクスオーガーはね、ドット絵がね、まあ、当時の忠実なんやけど、これがあの感じがね、あんま、そうね、あんま好みじゃないから、難しいかもしんないんですよね。でもすごい名作らしいですからね。ほんと。やってそうはないと思いますけど、まあ、配信のさ、
見てくれてる人の親和性とかも考えてもさ、タクティクスオーガっていうのは決して悪い選択ではないと思うんですけれども、悪いどころかもう絶対やった方がいいと思うんですけれども、配信とかではね、これがまあ同じその松野さんのねプロデュースの作品ですけれども、FFT はやっぱいいんよ。やっぱこうグラフィックが合うんよね。でまあそういうとこなんですよ。ね、タクティクスオーガのファンの人からするとね、何言ってんだこいつみたいな話をしてると思うんですけれどもね、そういうのはちょっとなかなかねありますね。はい。ですんで基本私は幻影戦争と、もう一つ、まあ、レトロ系の RPG、レトロゲーム中心でやっておりますけど、次回以降のレトロはですね、ひとまずまずクリアをしていないドンキーコングに着手しようかなと思います。記念配信で一回やりましたけれども、ドンキーコングまだ私はクリアしておりませんので、あれはちょっと決着をつけないといけないなと思いますんで、まあしばらくはドンキーコングやって、んで、その後は、ロマサガ2をね、ちょっとやろうかなと思いますね。ああ、そうね!フライングパワーディスクね。フライングパワーディスクか。フライングパワーディスクね。どうしようかな。これ、ついてきてくれんのかな。もうライブアライブでもさ、登録者減ってんのにさ。まあそれは俺の配信の仕方が悪いから、決してゲームが悪いわけじゃないわけだけどさ、視聴者との親和性っていうのがあるからさ、フライングパワーディスクついてこれるかな。みんなやりてえよ。俺めっちゃテンション上げてやるけど、毎回アイスホッケーみたいなさ、エアホッケーみたいなあの試合をさ、1時間半の枠でさ、いい歳したおっさんがさ、キャーキャー言いながらやるわけでしょ?持つかね?絵的に。何やろ、絵的に持つかな?スプラトゥーン超えられんやろ、どう考えても。どうなんや、かなりの冒険やと思うぞ。な、世の中で任天堂スイッチを持ってる人がまず何人いるのかっていう話よね。対戦したいけど、対戦できる人が、あとその私の視聴者の中で何人いんのかっていう話でもあるしな。やるんだったらね、フライングパワーディスクはね、まあ、対戦したいですけどね。どっかでやる、800人のご登録かなとかちょっと思ってたんですけどね、個人的にね。忘れるかな、800人の登録になるときには。まあやってみるかな。そんな、でもさ、その
ドンキーコングクリアしてさ、フライングパワーディスクとかやり出したらさ、いよいよさ、もう、その何百人記念の配信の時にさ、レトロ RPG 以外のことをやりますっていう、なんかそういうプレミア活用はなくなっちゃうよね、そんなね。そんな普段からいろんなゲームやってんじゃねえかみたいな話になっちゃうもんな。なんかいよいよ芯が通ってねえよな、それな。どうやや、うーん、アンケート取るつったってね、アンケートの回答数が少ないかもしんねえし2対1でロマンサガよりもフライングパワーディスクということで、よしフライングパワーディスクやりますっつってこんな切ないアンケートねえからな。なんだろうな。まあ一候補ですね。はい、フライングパワーディスクは。うん。ですね。まあロマサガ通かフライングパワーディスクか。で、ロマサガ2もちょっと実は迷ってんですよね。もしやるんだったら、その、スーハミ版をやるのか、それとも、なんかあれも、リメイク版があるんですかね。ピクセルリマスター版みたいなのがあるっていうのを聞いてますね。ですから、どっちがいいのかね。あえて何にもわかんないような状況でゲームを始めるのがいいか、それともやっぱねえ、ステータスの意味とかわかりたいんよね、個人的には。あの、あと陣形の意味ね。もうさ、スーファミの時の陣形意味わかんなかったのよ、あれ。何がどうなってんだろうと思ってさ。この陣形はどういう効果があるのとか一切わからなかったから、いろいろ調べようとしても、なんか陣形でなんかいろいろ変わるんだろうなっていうのはさ、子供ながらに思ってたんだけどさ、一切わかんねえから、それをね、なんかリメイク版だと、こういう効果がありますみたいな、教えてくれるらしいのよね。あと、魔法の効果もわかんねえんだよね、あれね、スーハミ版。なんか、バリアみたいなの貼ってんだけど、このバリアは一体何の効果があるのかわかんねえんだよね。もうさ、なんかダメージが、そういやバリア貼ったらなんかちょっと30ぐらいダメージ減ったようなっていう。わかんねえんだよね。だからそういうのをね、補助してくれる意味合いではね、リマスター版がいいんですよね。でも俺、スーファミ版のカセット買っちゃったしなっていうのもあるしな。いやー、むずいな。なんか、そうですね。スーファミの画質で、こう、リマスターみたいな親切さがあるのが一番いいですけれども。まあそんなこんなでね、迷っておりますがね。はい。ぐだぐだ喋るうちに90分のお時間でございます。本日も、なんか、最後ぐだぐだですね。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。チャンネル登録ですとか、高評価ですとかね、いただけますと非常に励みになります。ひとまず、ライバーライブは、クリアということで、今度からはドンキーコング。もうこれ明日になるのかな？ああ、どうもどうも。日当たりさんありがとうございます。明日ですかね、ドンキー。ドンキー明日か。
またちょっとぐちぐち言いながらやると思いますけど、どうぞよろしくお願いします。はい、では良作でございました。今日はこの辺で失礼します。ありがとうございました。